で回します。右サイドに振って、さあ水沼がフリーです。ペナルティエリアの中に3人、ニアサイド沢谷、真ん中勝利だ。ピンポイントでしたね。今日も水沼のピンポイントクロス。セレッソ逆転。1枚だけ余ってしまってましたね。前節は杉本へのピンポイント、そして今回は総勢